法輪進学塾の辻中です。英単語帳を覚えるときに、派生語までやった方がいいですかっていう質問を普段結構よく受けるんですね。で、まあこれ結構大事な質問かなっていうふうに思うので、今回はこの派生語についてお話ししたいと思います。で、まず英単語の派生語なんですけれども、基本的にはまず一番最初英単語を覚えるよっていうときは、一つの単語に対して一つの訳っていうのを覚えていければいいかなと思います。まあよく英単語帳だったらこう見出し語とか言ったりして、一つの英単語に対して、まあこれが一番メインで覚えましょうねみたいな訳があると思うんですね。まあ大体赤文字になってたりとかするかなと思うんですけど、まずはまあそこを覚えていくっていうところでいいかなと思います。ただ、僕は結構そうやって一語一訳で単純暗記結構できるタイプではあったんですけれども、中には結構こうやって結びつけて覚えていく方が得意だよっていう方もいたりすると思うんですね。まあ実際生徒さんでも結構な割合そういう方もいたりします。で、まあそういった場合は無理やり単純暗記でこの手段考える、プレディクト予測するとかっていう風に単純暗記で11で1対1で覚えるんじゃなくて、あ、コンシダーは考慮するで、コンシダレーションで考慮とか、こういう化成語とかでこういう意味もあるんだなっていうのをイメージしながらやっていく、覚えていくっていうのもありだったりします。ただ、まあそういったパターンでやるとしても、とはいえ、全部の単語見出し語まで、見出し語以外に派生語までやろうとすると、まあ正直挫折する量はあるので、なのでまあ一番最初は見出し語だけ覚えるのがいいかなっていうふうに思います。何回も何回も反復して見出し語を覚えてきたよって。そうなったら、僕は派生語はやった方がいいって思うふうに思いますね。じゃあ実際に例えば、コンシダーっていうふうに考慮するって覚えてたとしても、長文を読んでる時にコンシダーでしか出ないかっていうと絶対そんなことなくて、例えば、コンシダーレーションっていう名詞形になって考慮っていう風になることもあれば、コンシダラブルでかなりっていう意味にもなったりとか、逆にコンシダレートになったら、思いやりのあるって意味になるんですけど、こういう風に同じコンシダーだったとしても、いろんな形で長文に出てきたりすると思うんですね。まあ推測できるものは推測しちゃえればいいかなっていう風に思うんですけど、まあ、今の例で言うと、コンシダラブルでかなりのとか、コンシダレートで思いやりがあるっていう風に、コンシダー考慮だけ覚えていれば出てくるかっていうと絶対なかなか出てこないと思うんですよね。やっぱり一回経験してないと知らないと無理だと思うので、まあそういった意味でも、やっぱり見出し語だけが出てくれるほど英文って甘いものではないので、やっぱり派生語とかも覚えていくのが絶対いいですし、読解の幅も広がります。ただ、いくら見出し語をちゃんと覚えたとはいえ、派生語を一から全部覚えようとすると、これはこれでまた挫折しちゃうので、まあ、てか僕が挫折しちゃったんですよね。なので僕はどうしてたかっていうと、まあ、たくさん長文を読むようにして、長文で出てきたわからない単語とかフレーズっていうのがあったら、必ず単語帳の索引、後ろの方の索引とかで調べるようにしてました。で、調べたら、そのページのところを開いて、そこにあったらマーカーを引いといたりとか、まあ、仮にそういう対応した言葉がなかったとしたら、ネットで言葉調べて、あ、こういう意味なんだなってなったら、こう単語帳に書き込んでおいたりとか、似たような類義語があったとしたら、その近くに書いておいたりすることによって、次単語帳でそのページを開いた時に、あ、そっかそっか、この単語ってこういう意味があったな、このフレーズってこういう意味があったなっていうのを思い出せるようになるんでいいですね。長文で出会ったわからないものとかを単語帳でマーカー引いたり書き込んだりと、すべて単語帳に集約させるっていうのが僕のおすすめの、派生語の覚え方です。やっぱ長文で覚えようとすると、どんだけの量の長文を復習しないといけなくなるねっていう風になっちゃうんで、やっぱ大変なんですよね。だから、そこで出会ったものっていうのを単語帳にこう落とし込んでいって、線なり引っ張ったりすることで覚えていく。そうすると、まあ、派生語全部網羅はできないんですけど、何十兆分、下手したら100兆分くらい読んでくると、まあ、意外と単語帳の派生語の半分くらいはマーカーだったりとか何かしらが入るような状態が出来上がると思うんですね。まあ、それぐらいやっぱ長文読むといろいろ触れますから。で、それができてきたら、だいぶ自分のこの派生語に対するイメージっていうのも、一番最初の時よりかは大きくできるようになっているはずなので、そこまでできてから、その後に僕は派生語を一個一個、もう頭から順番に覚えていくようにしました。その段階まで行ってると半分ぐらいは見たことあるなって派生語なので、頭からやってっても、量は確かに多いですけど、挫折するほどではなかったので、なんとかやりきることができましたね。で、そうやって派生語とかまで丁寧にやり込んでいくと、2冊目の単語帳で鉄壁とか、今すごい人気だと思うんですけど、鉄壁っていうところまで行かなくても、1冊目の単語帳、シスタンだったり、リープだったり、ターゲットだったり、速単だったり、そういったところっていうのを派生語まで丁寧にやり込むと、意外と鉄壁に出てくる単語とかまで、比較的たくさん覚えることもできたりするので、まあそういう風に、1冊目の単語帳の派生語を覚えることで、自分の単語力を増やしていくっていうのも大事だったりします。あとはこれは僕の個人的なことですけど、その派生語の横になんか
ネットとかで調べてイメージがあったとしたら、そのイメージの絵も描いてみたりとかするようにしてましたね。あるいは長文でこういう文脈、こういう、ニュアンスの中で使われてたなっていうのが自分の中で印象的なものがあれば、そこも絵で描いたりとか、フレーズごと書き写したりっていうのをして、単語帳に書き込むようにしてました。そうするとやっぱ単語帳をこう回すとき、復習するときに、あ、この単語ってこんなイメージがあったなとかっていうのを見ることができる。単語帳ってもう何十種もすると思うので、そういうニュアンスとかマーカーとか書き込んだものとかも何十回も見ることができれば、勝手にこう覚えていくこともできるので、すごいおすすめですね。まあそういう風にすれば派生語って覚えていけると思います。まあいろいろ喋ってきたんですけれども、やっぱ英語力を上げていくってなると、まあ長文もちろん読めるようになんなきゃいけないんですけど、長文読むときに、まあ、読解力で全て押し切るって結構大変なんですよね。なんだかんだやっぱ知識を持っている人は強いですし、単語力がいっぱいあればいい。単語力があればあるほど、長文とかで読める量っていうのも、まあ、増えてくるので、やっぱり見出し語だけじゃなくて派生語まで覚えられるようになると、自分の英語力っていうのはぐっともう一段階上に上げることができるので、ぜひ英語力上げたいよ、英語頑張ってるよっていう方は真似してみてください。ドーン。